逃げてる逃げる、ありがとうございます。どうもこんばんは、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 どうも、あ、どうもこんばんは、こんばんは。もう本当にたくさんのね、あ、カメラちょっとちょっといい男、ありがとう、 OK 撮った OK って大丈夫ですか今、 OK ってありがとうございます。愛かわいショーと申します。どうもこんばんは。いやーもう間近でね、かっこいい、いや綺麗よ、どうも綺麗よ、どうもね、ありがとうね、あ、拍手もありがとうございます。なんかいきなり降りてきてしまいましたが、私愛川翔さんから名前をいただきまして、お前かわいそうなやつだっていうことで名前をいただいて、ひらがなで愛かわい、それで翔は翔さんの翔でこれつければ売れるということで3年前いただきましてね、愛かわい翔と申します。よろしくお願いします。あ、ありがとうございます。どうもありがとう。ちなみにですか、ちなみに愛かわい翔をテレビ、ラジオ、雑誌で見たことも聞いたこともなかったっていう人、拍手お願いします。ちょっと待って、後で半殺しだ。本当にありがとう、ありがとう。たまにね、あのモニタリングとか、あの有吉くんの誰得という番組で、あの顔認証のコーナーにこの間出させていただきましてね、顔認証で愛川翔さんに 70% 似てなければこのモノマネをやめろという過酷な番組でございまして、そこで 92% を取りまして1を取らせていただきました。ありがとうございます。水曜、まあ、この辺が一番似てるんですけどね、この辺がね、よろしくお願いします。ありがとう、ありがとうございます。もうこれから続々モノマネショーが始まりますのでね、声援、そして、声、キャーという声も声援お願い、出ますよね、出ない。キャーという声、キャーという声ちょっとお願いします。若い和コードのキャー、せーの、キャー。違うでしょ、クマに襲われた声じゃないんですから。お願いしますよ。ちょっとですね、今からどんどん始まりますが、はい、私愛かわい翔、ちょっとあの今モノマネショー始まる前にちょっとだけネタやらせていただいてもよろしいでしょうか。あ、ちょっとね、なんかここから見るとね、皆さんちょっと遠いんですよ。で、できればなんですけど、ここら辺までちょっとあの来ていただいてもいいですかね、前の方に、できれば、はい、ごめんね、ごめんね、なるべく前の方に、多分ね、かぶりつきで見ていただいて、あ、そう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 、君いいね、勝俣いいね、あ、これぐらいがいいな、これぐらいがいい、うん、ありがとうね、そっくり、ありがとうね、似てる、ありがとう、確かにいねえじゃない。なんで審査員がいんだよここに。あ、いいね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 、あ、後ろの方もなるべく前の方に来ていただけると嬉しい、うん、あ、はい、ありがとう、後でカブトムシやるよ。一応上からのこう言葉言わないと賞賛っぽくないからごめんね、はい、ありがとうね。あ、いいいい、そんな感じそんな感じ、あ、いいそんな感じそんな感じ、80点、うるさいよ、92点って言ってよ、80点、ありがとうね。あ、いい、嬉しい嬉しい、あ、嬉しい、あ、こっちちょっとすゆ似てる、ありがとうね、ありがとうね、なんかこれで終わっちゃうかな。ちょっと行っていい、先、いいよ、先行っていい、大丈夫、大丈夫ね、はい、じゃあちょっとね、愛川翔さんの、息子さんと作ったネタここで披露していいですか。いいよ。かなり細かいんですよ、テレビ用に作ったんで、かなり細かいのでよく見といてくださいよ、よく見といてくださいよ、ね、で面白くなくても笑う、いいですか。いいね、いいね、いいね、あの愛川翔さんというとカブトムシですけども、実はあの映画スターでね、昔人形もの、まあ、ちょっと怖いヤクザモンとかね、組長役とかやってたんですけども、 V シネマの修羅が行くっていう映画の中で親分役の時に何度撃たれても死なないんですよ翔さん。その何度撃たれても死なない翔さんをかっこいいんでここで再現してもいいですか。よし、いいね、ありがとうございます。じゃあ行かせていただきたいと思います。3階席大丈夫ね。いくよ、じゃあ不死身の愛川翔お願いします。この南国村、いつもと様子が違くねえか。
お前らちゃんと見とけよ。兄貴危ない。兄貴、兄貴。大丈夫だよ。危なかった。この携帯電話があって助かった。よかったよかった。拍手拍手。ここまで逃げてくれば大丈夫だ。いいか。兄貴危ない。兄貴、兄貴。大丈夫だ。危なかった。この詰まったボタンジョッキ入れててよかった。危なかった。そして柳葉も入れててよかったな。よかったよかった。兄貴危ない。大丈夫だ。危なかった。このカブトムシが守ってくれた。一発だけ受け止めてくれた。よかったよかった。はい、富士見の相川翔でございました。ありがとうね。かなりちょっとマニアックでね。ありがとうね。ありがとうね。じゃあね、ちょっとこれから続々、モノマネ出演者、素晴らしいモノマネ出演者が出てきますので、温かい拍手をお願いしますよ。いきますよ。ちょっと拍手の練習。いいね、いいね。最高なもぐら。じゃあ行きましょう。さあ、この方の登場です。大きな拍手、手拍子、よろしくお願いします。どうぞ。